皆さんこんにちは、藤原竜也です。鈴木亮平です。いや、鈴木亮平さんは無理じゃないかなと思ってサイズ感の話。いや、こんな人いないもん、こんな強い。嫌だよこんな人が小学生にいたら。逆に藤原竜也君はもう僕の中で小学生のイメージでしたから。どういうことですか？もう子供が大人になったような人のイメージでしたから、ぴったりだったかなと僕は思いますけどね。どうだった？僕はもう調子乗りというか、うるさかった。ムードメーカー的な存在じゃない？よく言えばムードメーカーだけど、ね、悪く言えばちょっとおバカっていう。はい。裸で机の上で踊ってたりしてた。クレヨンしんちゃんみたいな。クレヨンしんちゃんみたいな。達也君は6年生はね、もうサッカーに明け暮れてましたよ。小学6年生はサッカーに明け暮れて12歳でしょ。あ、来年になると中学生になるんだっていう、なんか大人の階段を一歩一歩登って、それが妙にエキサイティングしてた。毎日毎日エキサイティング、エキサイティングな小学6年生でした。僕はあれですよ、それ6年生でいうと、もう本当今日の衣装でもないですけど、半ズボンを卒業したのがちょうど6年生で。なんで卒業したの？それまで、いや、なんか親が短パン半ズボン買ってくるから半ズボン入ってたんだけど、さすがに女子の目が気になりだして。なるほど、ね、あれ俺だけだなって。なるほどね。まあもう半ズボンやめた方がいいんじゃないかっていうのを親にドキドキしながら、あのお母さん俺ジャージが欲しいで初めてプーマのジャージを買ってもらって。優しいお母さん、本当素直に聞き入れてくれたんだ子供の。そうね、ね、素敵だ。この間散々喋ったもんね。喋った。俺団地だもん、団地生まれだから。団地生まれ、団地育ち。だから団地のこと知り尽くしてる人間である。生粋の団地っ子よ俺は。何でも聞いてください。どんな感じでしたか団地生活は？それぞれのさ、家庭のこう生活がこうよく分かりやすく見えるから面白いよ。なるほど。近いしよしあし抜きにしてさ、あの友達は多くなるし、近所付き合いも多くなるから、いいよね、そういう集団生活って、ね、悪いところもいっぱいあるけどね、いいところもある、たくさん。確かに団地はね、いっぱいいるから楽しそうだったよね。あと今回の蓬莱さんのその渦ヶ森団地っていうのは結構僕地元が近いんですよ、うん、世代的にも近いから当時のこう空気感みたいなのはすごく分かる。面白そうだよねこの話ね。10年、安心から10年ですよ。10年ですか。いや、僕としては今回もう本当頼もしい存在ですよ。一見こう面白くみんな食いつくけどさ、やっぱりそこは蓬莱さんの舞台だからね、なんか、うん、だからこそ真面目に稽古して深くなんか読み込みながら進めていきたいと思うけどね、うん、僕は。達也君は変わらないですね。若いってまあ一回同い年じゃん。同い年だけど、やっぱりいい意味で本当に子供らしさを持たれてるなと。単純そうに見えてすごい複雑だったりとか、やっぱりすごく面白い人だなと思ってずっと見てますね。今回はその達也くんがキングってことで、まさに僕の中ではキングのイメージといったら藤原達也です。そのキングのこう投げてくる球をこう受けつつ、うまいことを返していけたらなと思ってますね。楽しみですね。いや、もう楽しみです。このメンバーがまず楽しみだし、新作をできる喜びもありますし、初めてこう演出家としてね、俳優として向き合うことも楽しみだし、まあ苦労することももちろんあるでしょうけど、今はしっかりと僕はなんか蓬莱さんの期待に応えようって思ってますけど。こういう小学生の格好してるとどこメディなのかなって思われて思うんですけど、蓬莱さんの書かれるものなのでそうはならない。見終わった後に、ああ見れてよかったって思う作品なんですよ。僕毎回蓬莱さんの作品見ると、で毎回こう出演者とかに楽屋に挨拶に行くと、いや本当に良かったって心から言える作品ばかりなので、今回自分がその一員になれるってことがすごい楽しみですし、ちゃんと本当に真剣にもちろんいつも通り蓬莱さんの作る世界観きちんと表現して、格好は小学生ですけど真面目に大真面目にやっていきたいなと思ってます。渦ヶ森団地の眠れない子たち、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。見てよかったと心から思っていただける作品にしますので、ぜひ劇場に来てください。
うずが森団地の眠れない子たち、会場でお待ちしております。